あれ前田、下の名前なんだっけ下の名前が、良平かな良一だ。う、は、ん、い。前田選手はね、僕、その、コーチとしての実績とは、解説とかも聞いたことないから分かんないですよでも、すごい、なんか知的なプレイするストライカーだったから、それこそザックもふわふわしてましたよね。前田良一と柿谷全然違うタイプだけど、なんかもう、世間の流れに押されて、前田から柿谷になってったみたいな感じがあります前田がちょっと落ちてきて、柿谷が出てきて、ホンダが偉い前田のことを絶賛した、前田じゃない柿谷のことを絶賛したんですよね。で、 当時フットブレインとかで北澤さんとか福田さんとかがムッとしてたの覚えてんだ。なんか選手がそんなこと言うのかみたいな。他のチームメイトのことをあれするやっと世界的ストライカーが出てきたみたいなこと言ったから。ここ左に使おうっていう人コーチ中にですかうん。ね前田祐一さんはね、ジュビロのユースチームでコーチあったみたいなね。あれ中村俊輔とかも誘われてたけど、それはなくなったのかね なんか、ジュビロ罰が多いのってこれなんでなんですかねナナ前田とか。なんか、ジュビロと日本代表でこう回してくるのかなこう。<laughs> 松本山河のさ、監督だったもんねあの、ソリマチさんね。ジュビロと松本山河と日本代表でこう、日本サッカー協会でこう回してくるのかね何その、無能ロンダリングみたいな。マネーだったら綺麗に入れ替わるけどね。ああ、だからそれによってこう、実績うやむやにすんのか そこ失脚したけどみたいな。ないいチーム作れなかったけど、日本代表のコーチになったらなんかもう一回実績作ったみたいになるから。<laughs> 監督、ロンダリングできるんだ、これ。あの人ダメだってな、監督として。でも日本代表のコーチになったらしいよ。監督になったらしいよ。えー、実績作ったね。でまた監督になって。ダメで。でも日本代表コーチだって。実績作ったらっていう。すごいね、このロンダリング。騙せるもんね、普通の人は。そういう風にね、なんかこう。 なんか、無思考というか、思考が薄い感と、薄思考と薄思考のさ、薄思考かける薄思考でさ、マイナスかけるマイナスはプラスみたいなことになるのかね。意図的に戦術家採用するのを避けてる気がしますね。ファミリー感情優先って。だし、森保さんもね、選手出身の人がいいみたいな、親、もうめちゃくちゃ言ってたもんね。なんか気持ちよさそうにね。ななみさんに関してはね、ちびろでも、松本山がでもね、出てる問題は、攻撃も守備もデザインできないっていう、 でもなんか、小林祐樹とか、なんかこう、不満募集とか、そういう系の人に勝つ入れたり、七海さんの内側の評判とか、ざっくり言うと全然良くないですね <laughs>。その、モチベーター的なところも全然良くないですね。ただ、テレビ番組いっぱい出たりとか、こういう人事で好かれたりして、すごい仕事あるじゃん。で、解説とかもやってるから、まあ、これで、能力ない人がいっぱい仕事あるときって、もうそこに、 あるのは何があるか？っていうと外交力なんで政治家として有能なんだろうなっていう風に思いますよね。うん。だから、政治家として有能なトップが政治家として有能な監督と政治家として有能な。七海さんを雇ったっていう外交ジャパンみたいな。そういうのはすごいんでしょうね。うん、形作れなくて、それこそさ。大久保嘉人とかがさ。 もう、それを大久保が言うことなのっていうようなことをジュビル言ったときうコーチみたいなことやってたりとかしてさ、それナナミさんやんじゃないみたいな。ナナミさんのジュビルとかね、ね降りてきすぎたり、サイドが低い位置すぎたりと、まあそんなんばっかだったんですよ。ビルドアップ、ハマりに行ったりとかさ。で、いまだに覚えてるのは、あのミシャさんの、キャペトロビッチのところに、ナナミさんがデシーリーみたいな、札幌にみたいな。 まあ、一時的にコーチで行ったみたいなのがあって、その時きに、ミシャさんから、モチベーターとしての能力を学びに来ましたみたいな。そういうモチベーターっていうか、マネジメントの部分をみたいな、そんな言ってて、いや、そっちは足りてるよっていう、そっちじゃないよっていうのがあったんだよね。あと、解説やってる時未だに覚えてるのは、なんか、チェルシーだったら、どっかのチームが下システム使うチームなのか攻撃の時3バック、守備のとき4バックみたいな。で、その時に、これ3なんすかね、4なんすかねってずっと言ってたのは、俺覚えてるんだよね。 可変知らないんだな、ナミさんっていうね。えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろなサッカー界の話を中心に喋りましょう。どうぞフトボでした。バイバイ。